そうそうそう。ご飯できたよ。おはぎではないわ。違う。どういうこと？なんかもち米、まあおはぎだ。うん、これがあお餅の安倍川みたいな感じで、醤油、砂糖、海苔。うんうん、でこれがずんだで、これたこあんでしょ？うん、これ黒ごま、白ごま、うん、あんこ、とろろ昆布。いただきます。いただきます。もみじ。おいしい。どれからいくか。もみじね、ちょっと飾りに置いただけ。うん、切れない？切れないんじゃないかな。どうだろう。半分に切って食べる？うん。おはぎではない。おはぎはあんこのやつでしょ？違うの？何を持っておはぎって言うんだろうね。もち米。これさっき猫にあげたささみ。ああ、まだいいもの残ってるよ。あ、そう、食べなかったんだ。うん、いや、近くにあの白と黒のやつが来たから。バレた。もち米のおにぎりのような感じ。うんうん、美味しいよ、昆布。甘いとしょっぱいとでは、ね、ちょうどいいかなと思って。うん、お、ずんだ美味しい。あほ。うん。Thank you.
人数運べないか、こんな重いのダメか。カキフライ思いっきりかじったら痛い、口の中。そうそう、硬かったかい。あの歯医者行ってるところの、え、歯医者さん行ってるところの歯に当たっちゃった。歯の毛か。落ちてる落ちてる。うん、もう食べ頃だと思うわ。熱いんじゃないか、大丈夫かい。うん、あ、熱いわ。すごいいい音。ね、うん、うまい。いただきます。はい。噛めば噛むほど。何？冷凍刺さってんだよな。うん。リヴァイ焼き鳥だって、鳥の屋本店。知らない。じゃあ卵入ってるのかい。うん、これ何、焼き鳥。うん、いろんなの混じってんだわ。カバだとかさ、これ砂肝な気する、最初の方。あ、そう、砂肝はわかるんじゃない、普段食べ慣れてるから。うん、結構硬いよ。硬いんだ。うん、これ歯当たったら痛いわ。あ、そっちの歯の具合次第なんじゃない。なんか根のね、奥の方までこの間治療したから、うずくことあるかもねって言われた。うん、そこにさっきカキフライガンってやったらいいってなる。すげえ。あ、行き場がなくなっちゃうよ。消えちゃう。おお。ハートンだもん。あ、そう。骨弱だな。